失敗を恐れないで。失敗を重ねることも学びの大事なプロセスだから。お前実はナヒーダなんだろう。通りで家臣探査の会場で会った時、キャッ、それとドニアザードのこともお前が助けてくれたのか。それは話すと長くなるわ。それに今は病人の休息を邪魔しない方がいい。場所を変えて話しましょう。旅人の大好きなあのベンチの近くでいいかしら。新探査の最後の日、私はあなたたちと別れた後、シティの外に行って無数にある無境の中、だんだんと薄れていく夢を見つけたわ。それはドニアザードがアーカー社による夢の搾取に完全に耐えられなくなった後、その意識は散逸してしまった。だけどそのおかげで、でもわずかに残った意識も長くは続かず、本来自分があるべき夢へと戻る。そしてそれは、無境と共に薄れていくの。消失してしまうまでね。私は全力でドニアザードの無境を維持したわ。けど、長くは持ちそうになかった。その時、あなたたちが、つまり、オイラたちが一緒にドニアザードを救っ、あの、どうして二人とも嬉しそうに笑っているの？こういう時は感動で涙を流すものだと。どっちでもいいんだよ。そういうのは人によるんだ。さて、それ以外にも、ま、そう。私の回答が、救治者であるあなたたちに満足してもらえるか。実は、ドニアザードの消えかかった無境を維持していた時、私の精神力にも大きな負担がかかってしまったの。その間、賢者たちの行動は、それほど心配しなくてもいいわ。家臣探査のリンネのような大掛かりなこと、アーカー社が短期間で二度も行う。おう、寝てていいぞ。オイラたちが見守ってるから、安心しろ。ふふ、頼もしいわね。はぁ、こんなに疲れた誕生日は、生まれて初めてだったわ。ん？旅人さん、パイモン？私はどうしてここに？何か知っていますか？無誘ってやつじゃないか？ほら、無誘してる人を呼び覚ましちゃダメだって言うからな。オイラたちは、ここを通りかかって、お前が起きるのを待ってたんだ。そうだったんですね。そろそろメンテナンスの方を探さなければ。ああ、大丈夫です。私はすぐに戻りますので。ありがとう。そういえばオイラたち、スメールシティに随分いるけど、ナヒーダと別れてから、ずっと音沙汰が。
星と深淵を目指せ。お二人ともまたお会いしましたね。キャサリン、何かオイラたちにいい依頼はないか？依頼ですか？そうですね、本日の午後、教練院で行われる学術報告会にて愛の詩を読む、こんな依頼はいかがでしょうか？なんて？さらに詩を読んだ後の皆さんの反応も写真機に収め。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか、どうやらこの依頼はお気に召さなかったよ。でしたらオルモス港にいるエルマイト旅団の団員を。なんだよそれ。ええ、傭兵たちの反応もちょっと聞きたいんだけど、これってどんな依頼人ですか？実は単にあなた方がこういうことをするのを私が見たいだけで。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。人間観察をする絶好の機会だわ。ナヒーダだったのか。オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言うわけないって思ったぜ。うん、星と深淵を目指せからかしろ。それ初めからってことじゃないか。それでお前もう十分休めたのか？ええ、前にあなたたちと別れてからずっと深い眠りについて長い夢を見。やっぱり過信探祭の夢だったけど、今回のはいい夢だった。夢の中で私は花壇の中央に座っていて、スメールシティの人々が手をつなぎながら、私は飾り付けられた巨大なフロート車の上で、花の騎士ファーリスに高く抱え上げられて。ナヒーダ、もしかしたら本来の過信探祭はその夢と同じ感じだったのかもな。あら、私はとても楽しい夢の話をしているのに、どうしてそんな表情をするの？もしかしてこれが同…いやいや、同情だなんてもっとかわいそうに見えちゃうじゃないか。そういえばドニアザードの様子は見に行ったか？今あいつどうなってるんだ？あれから風魔池の人が部外者の立ち入りを禁止したせいで。ええ、目覚めた後彼女のお見舞いに行ったわ。その時はちょうど休んでいたようだった。病状は安定しているとはいえ、人の身に生じる死域ともいえるマリン病は世界中の誇張問題を解決しない限り根本。でも今の状況からすれば、賢者たちが何をしているのかな。おお、万が一過信探実の輪廻みたいな事件がまた起こっちゃったら。ええ、賢者たちを調査し計画を阻止することを一番に考えましょう。具体的にどうするかは場所を変えて話した方が良さそうね。だな、冒険者たちのみんな。悪いけど看板娘のキャサリンはオイラたちがちょっと借りてくぜ。ここで話しましょう。賢者たちの計画をどうやって調べるか、ナヒーダはもう何か思い。実はすでにいくつかの方法を試みているの。相手の本当の狙いが定かでない今、暗がりに潜む私たちがリスクある行動を取ることは。何せ今はスメールシティの民全てが人質の身なんだもの。ダメよ、リスクが大きすぎる。見つかるリスクのことか？ううん、そうじゃない。私が言ってるのは関係のない学生を巻き込んで、そんな方法
己の目的のために民の安全をないがしろにする賢者たちと同じになってしまうじゃない。それもそうだな。さすが神様だぜ。その方法はすでに試したけれど、教令院の者は内部の重要人物から30人団の護衛まで、彼らはかなり早い段階からアーカーシャ端末による情報漏洩を避けていたようね。賢者たちはもうお前のことに気づいてるのか？まだ気づいていないと思うけど、もし彼らが私に関する噂に注意を、だから彼らの意識を直接占拠することはできないの。もうどうしようもないのか？ナヒーだ、実はまだ方法があるんだよな。お前はすっごく頭がいいんだし。なあ、もったいぶらないで言ってくれよ。実行不可能な案を先に否定しておくことで、これから出す実際の計画に重みを持たせる。これが教令院の陰論派における主流な考え方よ。わかってるって。でもお前は知恵の神だし、こんなことしなくたってオイラたちはお前の話を重視するぞ。あら、そうなの？私の考えはこうよ。現状、重要人物の意識に直接憑依することも、だったら無実でない上にはっきりとした立場を持っていない人を見つけて。それって内通者を作り出すってことか？確かにいい方。オイラたち前にアルハイゼンってやつと知り合ったんだけど、いつも一人で行動してて、実はもう人選は決めてあるの。セタルという女学者を覚えているかしら？セタル、ああ覚えてるぞ。過信短日のリンネを過ごすたびにあいつに会ってたからな。確かいっつも偉そうにきつい喋り方でニーローに話しかけてたよ。ええ、私は普段いろんな人々を観察することが好きな。彼女は砂漠地帯出身なんだけど、学問の天才なのよ。その際は砂漠の民の中でも一番。そんなわけで特別に強烈。砂漠の民だったのか。確かに珍しいな。スメールシティの近くで見かける砂漠の民ってほとんど傭兵。シェタルという名前には星という意味が込められているの。砂漠の中の彼女はまるで、その後太陽は彼女を選んだわ。彼女は星という身分で白痴でも、ほどなくして彼女は灼熱の太陽が大地を燃やし、星はためらい始めたわ。こんな太陽に協力するよりも夜に帰っても、結局彼女は白昼の光に執着するあまり、恥じる思いを心の奥底に隠してしまった。今の話だとセタレはここの学術環境に執着してるみたいだったけど、でも本当は教令院のやり方には反対してるんだろ？しかも心の中じゃ。確かに複雑な問題に直面した時、大部分のものは耳を伏す。たとえ彼女が罪悪感を抱いていたとしても、知らず知らずのうちに。ええ、もう一度セタレに問題を直視してもらうために、うまくいけば彼女から情報を得られるだけでなく、彼女自身も贖いの機会を得られる。私の見ていた限りでは、セタレは10日に一度休暇を取って教練院を離れ、そしてちょうど明日の午後が彼女のショッピングデー、つまりチャンスよ。下準備にまずは彼女がいつも行く場所へ行き、そこの人々と話をしておきましょう。よっ。ここがセタレのよく来る占い屋よ。セタレに関する情報を聞き出すのか？いいえ、セタレに関する情報はもう十分だわ。今は
天使の話し方と重要な情報。迷える子羊たちよ、自らの運命に戸惑っているのかしら。神の英知あふれるお声は時に私の耳を訪れる。え、そうなのか。ナヒーダ、よくこいつにコソコソ話でもしてるのかよ。し、私の友達が未来について迷っているので、どうか彼女を占っていただけませんか。いいわ。なら、おや、どうやらハールートとマールートはあなたのことがあまり好きじゃないみたいね。何か神に風神の悪口を言ったり、眼神にご飯をたかったり、雷神と大立ち回りを演じたり、それくらいか。ん、なんでもありません。さあ、占いのテーマを選んでください。恋愛運ね。わかったわ。ふむ、聞こえた、聞こえたわ。あなたと縁のあるものは、こんなにたくさん、多すぎるわ。ハールート、マールート、あなたたちが占いの邪魔をしたの。こんなふざけた結果。占いが合ってるって可能性は考えないのか。はぁ、わかったわ。今日は調子が良くないみたい。そうでしたか。それなら仕方ありませんね。今度は猫の餌でも持ってきてちょうだい。ハールートとマールートに喜んでもらい。ついてきや。セタレはよくこの店に来るのか。ええ、セタレがスメールシティに来たばかりの頃、よく店主のアキムに世話になっていたのよ。だから暇さえあればここに来ているみたいね。後で彼と話をするから。会話の細く。お客さん、陶磁器を見てかないか。ええ、ちょうど見に来たんです。お、君のことは知っているよ。冒険者協会のキャサリンさんだろ。お聞きしたいのですが、造形はどちらで学ばれたのですか。親父から習ったのさ。実は親父が盛んでな、造形を学ぶ中で、やがて親父に隠れてこっそり陶磁器を作り始めたんだが、これが結構いい出来だったんで、そのまま転業したんだ。ただ自分の好きなことをやるのっていいよな。そうですね。お父様は今も盛んを。いや、何年か前作業してた時に屋根から落ちて足を折ってしまってな。どうせ一生分の金は。そうだったのですね。お父様、今度また日を改めて教会の広報勤務員に。そうか、安心してくれ。きっと満足のいく品物が。よっ。ここが最後の場所よ。シェタルは教令院にいるとき、いつもこのレストランの味を。こいつすごく詳しいんだな、ナヒ。スメールの民を見守ることが私の義務だもの。あなたを港口のあたりで見たことがあるような。え、そうなんですか。ええ、他の方と船舶の設計についてお話しさ。ああ、あの時ですか。昔から船舶に関する技術、私はリュウエコーで育ったものですから、
小さい頃から船が行き交う様子を眺めるのが大好きだったんです。そのですが、それでもいつも各界の学者と関連問題を議論したり、レストランの地下室で勉強と研究をし、なんと素晴らしい学問の精神でしょう。感服します。みんなすごく努力してるんだな。ここのレストランに地下室があるなんて知りませんでした。ああ、そうなんですよ。でも普段はお客さんには開放していません。ほとんどは店員の休憩用。そうだったんですね。なるほど。キサンさんの学問が順調に。ありがとうございます。私は教練員の正式な生徒になれればそれで満足ですよ。お嬢様、ついてきて。やっ、これで全員か。ええ、シェテルの顔見知りが3人もいれば十分ね。でもこんなにたくさんの情報何の役に立つんだ。シェタレは逃避することに慣れてしまってる。前にも言ったでしょ、オルモス港のエルマイト旅団がスカーレットキングの復活が近い。たとえデタラメでもこういう砂漠地帯の進行。あ、わかったぞ。シェタレの故郷に対する罪悪感。あいつは砂漠の民を助けるべきだって思ってるけど、実際は全く。でもそれって具体的にどうやってやればいいんだ。まず本物のスカーレットキングを出すことは不可能。次にシェタレはとても頭がいい。単にスカーレットキングの信徒を装って交渉するんじゃきっと警戒されて。でももし私たちが彼女の知り合いを借りるなら。シェタレの知り合いに憑依するってことか。ええ、アーカー社を通じて憑依した後スカーレットキングの信徒であるふりをする。自然に振る舞えればきっとセタレの心理的防御を突破できるわ。憑依がバレないようにあの人たちの情報を集めてたのか。確かに本人たちに似せないとダメだもんな。そうだから彼らの真似はあなたたちに頼んだわよ。うえ、オイラたちが。でもオイラたち憑依。大丈夫よ、私が憑依してから感覚をあなたに共有するわ。結果から見ればそんなに簡単だったのか。でも私、人間の観察はずっとしてきたけど真似る。あー、確かにそれは気づいてたぞ。できればあの民たちの意識を占有なんてしたくなかったのだけど。そうだな、これもみんなのためなんだ。ちょっとの間。え、では明日の午後に動き始めましょう。